そしてゲストのコーナー続いていきたいと思います。ゲストのりきょうさん来ていただきました。ありがとうございます。どうも、のりきょう改め3代目クルーズです。よろしくお願いします2代目がいないみたいな感じです。2代目いないんですか最近あのハジャさんに続き灰色でロッシーも来た時も改名してて、あ、マジで改名ブーム来てるかもしれない。改名ブームが、はい、はい、ということでありがとうございます。今日来ていただいて、もう今年はだってもうすごかったですもんね。やっぱりもう、まあ、そんなざっくり聞かれてもって感じですもんね。なんか、はい、楽しいんだなみたいな感じはありますね。ちょうど1年とちょっとでオリジナルアルバムが3枚でリミックス版を含むと4枚という制作なので、これ実際もうずっと作ってるっていう感じですよね。もうなんつうんだろうな、昼間から遊んでくれる人がいなくて、はいはいはい、あ、まあ、僕も確か年齢的に分かるものはあります、はい、なんで、はい、まあ、じゃあちょっともうビートとか音楽で遊ぶしか、一人遊びっすよね。うわ、でもそれでこの形が全部出てくるのも凄まじいですよね結構俺こう見えてちゃんと朝起きるタイプだから、朝起きて、はい、あのメールとか返して、はいはい、でリリック書いて、うん、で午後スタジオ行って、はい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 、で夕方までレコーディングして、はい、夕飯食ったらもう寝るっていうすごい。でもそのルーティンがすごいですね、しっかりと。もうなんかおじさん、おっさん通り越してじじいだから、もう4時半とか朝起きちゃってすげえ早い。なんかもう朝シーンとまだしてるみたいな、団地に住んでるんですけど、はいはいはい、でそこでシーンってなっちゃってるみたいな、はい、でもアクロも確か朝損害に起きるって言ってましたよね。そう、できるラッパーは朝方が早いみたいな、なんか今までのイメージの完全に逆行した像が前ね、なんか、はい、あのバックロジック先生が、はいはいはい、あのいい曲あげないんですよつって、はいはい、俺言ったらどういう生活してんだっつって、生活スタイルは改めろみたいなこと言われて、はいはい、で朝起きたらええんじゃんみたいな感じで、はいはいはい、でそういうふうに朝起きるようになったんだけど、はい、で最近バックロジック先生に、はい、どういう生活してるんですかつって言ったら、はい、夕方起きてるみたいなそういうのも聞きました。まあ最近というかちょっと前だけど最近はもしかしたら朝起きてるかもしれないしそれはすごい話です。まあでもなんか彼に言われたこと、はい、なんつうの、一日長いじゃないですか、はい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 、朝起きた方が、うん、確かに確かに、うん、夜夕方とか起きちゃうと、うん、もう日没かみたいな、結構ガーみたいになっちゃうし、で夜リリック書いてるとなんて言うんだろうな、あんまり結構暗い、あ、まあ、ちょっとそうそう、うん、入り込みすぎるというか、なんというか、うんうん、なんかそういう感じになっちゃうから、はい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 、だから朝なんて言うんだろうな、こう日差しがパーって上がってきてチュンチュンいってる時に、はいはいはい、なんか書くとこう明るい曲っていうのかな、なんて言うんだろうな、まあなんかそういう感じだったっすね、制作。それが結構今年のその制作に入る段階ぐらいからそういう風に生活も変わったみたいな感じだったんですか。3枚目のアルバムで、はいはい、メランコリック現代っていうアルバムなんですけど、はいはいはい、それ作ってる時から朝起きるようにして。ああ、そうだったんですね。うん、結構前から起きてるんですけど、はいはい、まあちょっと週末ライブだと月曜日はまあそうですね、ちょっと昼ぐらいになっちゃう時もあるけど、はいはい、まあでも大体午前中っていうか、まあ朝起きてやるみたいな感じにしてます。すごい。で実際出たアルバムが花水木と雲と泥と手とじょうろという、これ三部作という括りでいいんですかね、今回。いや別にそういうわけじゃないんだけど、はいはい、なんかまあ漢字三文字だし、そうですね、なんかやっぱしかもなんかこう使ってる文字とかのなんか関連性とかも感じると、なんか自然的なワード語が多いじゃないですか。そうそう、なんかね、別に意識したわけじゃないんだけど、はいはいはい、勝手にそうなっちゃったっていうのがそうだったんですね、正直なところです。じゃあ例えば花水木を作ってる時にその次のアルバムのことも考えてたりしてるんですか、それとももうそれぞれ一個ずつみたいな感じなんですか。そうだね、でも花水木を作ってた時には、はい、もう雲と泥と手 に入ってる曲も何曲かもあって、はいはいはい、あ、そうなんですね、省いたんですよ、はいはいはい、つか花水木をバーって作った時に、はい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 、CD に入りきれなくて。確かに、でもそれでも3後で言おうと思ったんですけど3枚ともすげえ入ってますもんね。 そうだね、まあ最近のは16曲ぐらいだけど、はいはいはい、まあ、20曲ぐらい入ってるから、花水木と雲と泥って、はいはい、そうですよね、うん、なんか、まあ、そういう花水木 の時作ってた曲を、はいはいはい、雲と泥と手にも入れたし、はいはいはい、雲、泥と手を作ってる時にちょっとアルバムとして置き場がないなっていうような曲は外して、でそれをじょうろに入れたっていうのもあるんで、まあなんて言うんだろうな、その時にタイトル花水木を作ってる時に次のアルバムのタイトルは雲と泥と手だとかいう感じではなかったんだけど、まあ作っていくうちにその気に入ってる曲、あぶれちゃったけど気に入ってる曲だから入れたいなと思ってこう配置したいなっていうのを考えながら作っていったら、まあ
そうなったっていう感じなのかな。で逆にそのアルバムごとに曲を選んでる方もあって、そのタイトルごとの統一性みたいなのも結構今回3個それぞれあったじゃないですか。やっぱりそういうのもあるんですかね、いっぱい作ってるからみたいな。なんだろうね、ちょっと分かんないけど、多分それはもう共通項って言ったら多分俺っていう人間が作ったとしかもう説明がつかないっていうか、勝手にそのこの今回のジョーロってアルバムも最初からタイトルジョーロってアルバムを作ろうって思ってたわけじゃなくて、最初タイトルは RSL っていうタイトルだったんですよ。でその R と S と L ってどういう意味かって言ったら、あのリグレット後悔っていう意味と、で L はラブでしょ、で違う最後の S はシークレットか、でまあ割と結構その恋愛の曲を書きたかったから、そうですよね、今回ラブソング入ってましたもんね、だからそういうのに共通するのと、あとその R と S と L がリバーサイドロコって、はい、そのこれ川沿いの相模川のゾーンの人間だから、そういうのもあるし、あとレベルとあの反抗っていう意味のレベルっていうのと、あとシステム、あと労働者っていう単語もあるんだけど、レイバーっていうのかな。あ、そうですね、それでなんかその単語にまつわる関係する曲を入れていこうと思ったんだけど、こう説明しないと分かんないじゃないですか。で RSL って書いたら、あのタイトルしたら俺の地元のやつはリバーサイドロコって意味だって分かるけど、多分他の人たちは分かんないから、それあんまいいタイトルじゃねえなと思って、なんかいいタイトルねえかなと思ってた時にジョーロって曲ができて、でジョーロって漢字俺知らなかったんだけど、そうす、僕も最初読めなかったです。そうそう、それをパソコンでこうあのやるじゃん、でこうタイプした時に漢字が出てきて、あ、これジョーロって言うんだと思って、そしたらすげえめめしい感じで、確かにそうですよね、女、口、雨、道の上に雨っていう、梅雨っていうのさ、なんかあめめしいな、俺っぽいなと思って、あ、いいんじゃないかなと思って、まあ、タイトルにしたっていう感じですね。そうなんですね、確かに。でもジョーロってすごいなんかパッと出た時、え、なんだこれって思いましたもんね、読めないからえ、まあね、と思って、で読み方聞いて、あ、ジョーロって読むんだみたいな発見もそこですでにあったみたいな、しかもやっぱこの最新アルバムということで、そこのちょっと話に入っていくと、やっぱジョーロ、そのキー君がこう最初の方で結構ラブソングっぽい曲が多かったりして、でそこからなんかもう聴いてる側としても、あ、こういう曲も書くんだみたいな、なんか新鮮な驚きみたいなのも結構あったりしたんですけど、まあラブソングは何曲かこれを出す前にも書いたことあるんだけど、まとまって聞いたからそう、そういうなんかアルバムに何曲も入れるような感じではなかったんだよね。でまあ昔も書いたことはあるんだけど、でもなんかちょっとこっぱずかしいやとか思ってたし、だけど今回はね、あのこの15曲目に入ってる腰越ハートブレイクって曲があるんですけど、でこれはアンダースロージャムズっていう、あのグループの曲、吉郎くんっていうやつにあのサビ歌ってもらってるんだけど、でアンダースロージャムズの曲で、あのドザイモン状態っていう曲があって、でそのリミックスで俺あの16小節ラップ書いたんですよ。すごいタイトルですねそれね。まだ出てないんだけど、あ、そうなんですね、出てない曲なんだけど、あの今年書いてみて、で振られた仕事で面白そうだなと思ってやってみたら、結構あ、これ面白いなと思って、あ、そのオファーがそういうなんかラブソングな、こういうテーマで恋愛テーマでみたいな。そうそう、そのドザイモン状態どういうことかっていうと、まあ今日クリスマスだし、あの、いいかもしれないけどさ、ね、要はなんつうの、つがいっていうか彼女とか彼氏とか、その主人公は要は彼女に振られちゃって、こうもう海にさ、こう沈めもしないし、なんかこう起き上がれもしないし、こうただずっと漂ってるみたいな、口だけギリギリ出てるかなみたいな、そういう感じでなんか振られちゃった男の子が、その恋についてわーってなってるっていう曲だったんだよね。で俺もそういう経験あるから、あ、面白そうだなと思って書いてみたんだ。でそしたらなんかあれっつって、意外と面白いなと思って、あんまり俺が開けたことない引き出しだったから、だその引き出しの中にいっぱい溜まってたんだよね。あ、逆にこう書いてない分だけ。でもこう毛切らして開けてなかっただけなんで、パッと開けたらいろいろ出てきて、これ面白そうだぞと思って、ちょっと今回、書いてみて、それが「腰越ハートブレイク」って曲が、まあ、一番最初に、そうだったんですね、なんつうんだろうな、ラブソングの中ではできたんだけど、でこれはまあ、振られちゃった男の人の曲だから、あとはなんかどういう恋があるかなとかラブソングがあるかなとか、いろんなテイストの曲が入ってましたね。そうひどい曲もあるし、女の子は聴かないでください本当に。3回とかそう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 、えぐいみたいな感じですね。でも分かるみたいな感じですね、みんなね。なんかそういうこうドロドロしたやつ、昼ドラ的なやつとかも昼ドラ見ながら書いてみたりとかして、
なんか面白かった。キングがなんか昼ドラ見てるってなんか新鮮な絵ですよね。いやだからもう本当午前中から遊んでくれる人いないから。しかもその時間までには結構起きて立ってるってことだもんね。そう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 。一仕事終わって昼ドラみたいな。まあ、あのいつも見てるっていうよりか、はいはいはい、なんか参考にしたいな。あ、どういう感じなんだろうみたいな。はいはいはい。ドロドロしてんなみたいな。確かに。まあ結構楽しかったですけど、ね。はい、30分見ただけでもエグさ伝わってきますもんね。うん、そうだね。すごいことになってる。こんなの昼からやっていいのみたいな。確かに。いや、だからこれを見てる主婦は悶々としてるっていう話だと思うんですけど、そうですね、もうみんなを学校に子供送ってからあれ見てるってことかね、うん、確かに怖いな、そう考えると、うん、でもじゃあ実際そういう風に作ってきていて、え、でもこの腰越ハートブレイクが、はい、まだキー君が参加した方は出てないってことですもんね。そうだね、まだ出てないね。そう考えるとやっぱすごいですよね、うん、これが最初に作ったアルバムが出てるっていうのはやっぱペースが尋常じゃないですよね、絶対にね。まあでも、月から金までさ、みんなほら、はいはいはい、だいたいまあ土曜日も働いてる人いるけど、まあね、職人さんとかは、はい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 、でもそう考えたらラッパーもなんつうんだろう、 月から金まで、確かに、まあ金曜日はライブある時もあるかもしれないけど、月から木曜日までをこうね、普通の社会で働いてる人と同じ熱量で働いたらどんくらいできんだろうみたいなところはちょっとチャレンジしたいなみたいな、まあ勝手にね、まあもう自分のもう自行為であるんですけど、自己満みたいな話だけど、確かに僕もサラリーマンやってましたけど、世の中の社会人はめちゃめちゃ働いてますもんね、毎日。そうじゃん、うん、だってこれは電車に乗ってとかさ、感じになりそうですけど、電車に乗ったりとかさ、朝ね、混んでる時とかさ、やっぱああいうのってすごいストレスだと思うし、それは当たり前のようにこなしてるってなったらさ、ね、こう離陸書くのなんて自分の部屋でもできるし、まあ俺オフィス行ってやるんだけど、うん、なんかちょっとこうラッパーも頑張った方がいいんじゃないかなとか、確かに、っていうか遊んでくれる人もいないし、将来が不安なんです。不安なんです。俺もちゃんと2階建ての家建てられるかなと思って。俺も建ててないですから、建てたいだけなんで、あくまで、まあ、ここで発表なんですけど、僕、はい、来年ユキチレコズからドリームボーイに移籍して、はい、いやいや契約金2500万いただきましたんで、家建つじゃないですか、2階建ての家建ちます、これで。っていう夢を見たっていう。どんな夢ですか。いや、それも嘘なんですけど、すいません、勝手なことばっかり言っちゃって。いやいや、すいません、こちらこそ。すごい。でもじゃあ実際に1週間、月から例えば木曜日とかこうペースで作っていったらどのくらいの感じでできるんですか。週1ぐらいで曲ができるんですか。もっとできていく感じですか。だからなんつうんだろう、午前中に本当1曲まるまるつるっとスリーバースできちゃう場合もあるし、ただそれがなんつうんだろう、それがこうリリースできるクオリティなのかは別として、だから1日に2曲かける時もあるけど、でも手直ししたりとかしていくと、やっぱりまあそうだね、10日に1曲まともな曲っていうかリリースできるかなと思うのは、まあ10日に1曲以上はできるのかな。でも週に1曲ぐらいじゃないですかね。あ、7日間で1曲ぐらいの感じだと思います。まあ、でもそれでもそれをちゃんと継続して出してクオリティ高くっていうのが、その言うはやすしでも絶対できないって感じですもんね、普通の人でも。やっぱり、いや、それね、みんなやってないだけだと思うんだよね。なんか俺別にそういうなんていうんだろう、ボキャブラリーがいっぱいある人間じゃないし、はいはいはい、その曲のトピックって結構なんかいろいろ転がってると思うから、はいはいはい、それをなんて言うんだろうな、みんなこうなんて言うんだろう、自分でこうアンテナ立ててないっていうか、立て始めたらなんて言うんだろう、バンバンやりだしたらどんどんみたいな、そう、受信するからさ、アンテナから、確かにアンテナが汚れちゃってるんだと思うんだよ、みんな。週末VIP とかでシャンパン飲みすぎなんだと思う。、うん、確かに、そういう芋焼酎で大丈夫だから全然。はい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 、すごい。でもじゃあこういう作品を3作出したところで2015の予定とかってのはなんかどういうふうに、まだ決まってないかもしれないですけど、とりあえずドリームボーイからの振り込みを待ってます。うちで、ね、2500万出せないよ。あ、それはまあ冗談ですけど。今年8月31日、はい、ワンマンライブやったんですよ、はい、リキッドの、ケン君来てくれなかったやつ。いや違うんですよ。行きたかったですよ、それ。俺だって、はい、すいません、はい、それの、DVD を、はいはい、ちょっと年明け、まあ、2月3月ぐらいまで出したい、はいはいはい、今ちょっと編集中という感じで。じゃあ出るってことはもう決まっているみたいな。出ます。お、はい、それは楽しみですね。出します、はい、でまあ来年1枚アルバム新しいの作れたらいいかなと思って、はいはいはい、あとはライブ、ワンマンライブまたやろうかなと思ってて、はい、前今年やったやつは花水木っていうはいはいはい、アルバムのツアーファイナルっていう感じだったんで、うん、あんまり雲と泥と手とか、はいはい、曲はやんなかったんですよね。あ、そうなんですね。なんで雲と泥と手と、まあ、今回のアルバムのジョーロをなんか主にやるっていうような、まあ、ワンマンライブ
今年よりかちょっとでっかい箱でできたらいいかなと思ってちょっと、主にと言ってもアルバム2枚丸々ありますもんね。そうですね。確かにすごいな。でもそれは頑張ります。いやもう楽しみにしてますもん。はい、ありがとうございます。でライブイベントの方もまだ年末いくつかありますということで、はい、12月の26日、はい、渋谷のグラッドで、はい、わグラッドでキー君やばいですね。グラッド結構あのお呼びかかって、あ、そうなんですね、あのよく行かせていただくんですけど、はい、あの26日に、はい、あのリーシストラウンジっていうイベントでライブさせてもらうんです。はい、いい名前ですね。はい、で隣 の, あのネオっていうところだったっけな、はいはい、そこであの、ボンボヤージセレブさんとかやってるやつ、あのはじめさん DJ のはじめさんも来るし、デフロックも DJ するし、はい、あと、イーゴくんと、はいはいはい、あと石丸くんかな、はい、もライブあるみたいで、あ、そっちでもやってるみたいな。多分なんか行き来できんのかな、ちょっと俺もあの下調べしてなかったけど、それはでも結構、まあ、近くなんで、はいはいはい、あのフラフラ多分しやすいと思うんで。確かに、はい、出演メンツもね、メロージョークとかブルグとかナゴミとかレディキャットとかいいですもんね、うんうん、これね面白そう。さらにこれ2月の22日ちょっと先ですけど、はい、町田のプレイハウス、はい、もう名門ライブハウスですもんね。そう、老後の、ところで、はい、町田の、山人っていう、はいはい、あのむちゃくちゃな先輩いるんだけど、もちろん存じ上げております。彼と、はい、ちょっとなんかそろそろ祭りでもやってみっかみたいな話になって、あ、のりあの木君と山人さんのイベントってことですか。これはそうだ ね、 ね、どっちかというと山人君と俺のイベントっていう順番だけど、やろうかなと思って、はい、で、まあ、デイイベントだから、はい、本当ほとんどライブみたいな、はい、まあ、ラウンジはあるけど、はいはいはい、そこであのDJ ディック、はい、デンガリー先生言っちゃっていいのかこれ、うん、とかもあの DJ するし、はい、あと地元の町田 の、 あの先輩たちも DJ するし、いいです、ね、まあ、これ一応なんかあのジョーロのリリースパーティーみたいな感じでやろうかなと思って、ライブもみんな長めにやるから、はい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 、スティリーチミア来るでしょ、あ と、 は、ね、あと町田の先輩、あの相模原の先輩宮本ジャムスとか、はい、あとは山陣くん、うん、豪華ですね、うん、しかも町田の立派なライブハウスですもんね、プレハウスさんも。町田っつったらって感じですもんね。町田だったら一番音いいから、そうですよね、うん、ここでやろうと思ってます、ね、チケットもね、あの E プラスっていうところで、はい、あの発売してるんで、昨日一昨日ぐらいから、はい、あの皆さんあのちょっと興味ある方はぜひぜひよろしくお願いします、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。今日はゲストにのりきょさん来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後にミュージックビデオの曲振りだけお願いしてもよいでしょうか。あ、これですね、はい、こちらです、はい、はい、じゃあ振り込みお待ちしてます。のりきょでジョーロ。ありがとうございました。